に弱くなって強くなりたい。やばい、今日このテンションでやっちゃう、ショールーム。クライクライ。めっちゃ涙じゃん。完全夜型、そうです。だからすごいいろんな寝る方法を試してきて、今まで一番効果のあった寝る方法はなんかアメリカのやつ、何秒か忘れたんですけど、なんか何秒か息吸って何秒か息止めて何秒か息吸う吐くっていうやつ。ああごめんなさい、今日ちょっとくるくるパーだ。今日ちょっと本当に頭回んなくて、メトロノームはアプリでやります。そう、本当に頭回ってない。ちょっとみんな、昼に運動して疲れさせると夜眠く、そう思うじゃないですか。昼に運動しても私夜寝れないんですよ。そうだから、そうダメなんですよね。ご飯食べた後がいっちゃ眠くなるんですけど、お昼ご飯なんで、あんなにお昼ご飯食べた後って眠くなるんですか。なんかお昼ご飯食べた後が一番眠くないですか。アメブロ本当に頭回んない、どうしようと思って、なんかもう最後の方ちょっと情緒が分かんなくなって書いてました。私がどれだけ眠りたくて頑張ってるかっていうと、睡眠用の香水ミスト買うぐらい困ってる。そう、血糖値が上がると眠くなるけど、でもなんで夜ご飯よりやっぱお昼ご飯が一番眠い、食べた後が。今日なんかちょっと顔違う。ダメだ、ポカポカしているから、それですよね。ダメだ今日、本当にダメだ。特技、めちゃくちゃ眉毛が上がります。本当に眉毛世界一上がると思う私。やばくないですか、なんでこんな眉毛上がるんだろう、意味わかんない。なんか表情筋硬いんですけど、割とここだけすごいなんか表情筋なんかこっちに持ってかれちゃったんですね私。はい、この時間にショールームやらないことかな、それは思いますね。多分この時間にやって脳が活発化しちゃうんですね。活性化しちゃうんですね。活発になっちゃうんですね。あ、ダメだ今日本当に。日本語で遊ぼう、間違えた。日本語ダメですね、ごめんなさい。そう、本当にここだけ表情筋おかしいんですよね。鼻とか動かない、鼻動く人っているじゃないですか。鼻動かないんですよ、なんか鼻とか耳は動かないんですけど、ここだけすんごい動く。カッパ捕まえたってどういうこと。え、なんか高山カッパ出るらしいってちっちゃい頃よく言われたけど、わかんない、なんか高山カッパ出るらしいですね。知らん、あ、デマかもしれない。寝る2時間前からスマホ見ないこと、あ、ダメですね私。寝る10分前までスマホ見ちゃう。
いや10分前じゃない、ほんと1分前まで。よし寝ようって思う1分前までスマホ見て。カッパの捕獲は資格が必要らしい。ツチノコじゃんカッパって。ツチノコじゃない、さすがにカッパはツチノコじゃない。でも本当にちっちゃい頃めっちゃ考えましたよ。カッパに遭遇したら仲良くなれるか、仲良くなれなくて襲ってくるタイプだったらお皿をドライヤーで乾かすか割るか。寝落ちしたことないんですよね。そう、あんまりない寝落ち。そうなの、岐阜はツチノコも話、あ、そうなんだ。あ、確かにカッパ見つけたら逃げますね。だって猫も触れないし、今日も猫と戦ったし。そうだから私はどうしたら猫と仲良くなれるかわかんな、ならないですけど。なんかね、猫飼ってるメンバーいますかって聞かれたりすることがあって、ペット飼ってるメンバーいますかとか、猫飼ってるメンバーいますかって言われて、多分猫が好きなメンバーを探すみたいな、なんかは誰ですかみたいな感じで、その猫飼ってますかって聞かれて、猫飼ってますって言われて、あの写真撮れますかって、ツーショット撮れますかって言われて、めっちゃ迷ったんですよ。私が猫とツーショット撮ってたら変じゃないですか、なんかそれはそれでなんかえってなるじゃないですか。多分めっちゃ猫が寝てる状態でこうやって撮れるんですけど、起きたらもう負けだし、ブログ読んだよ、よかったです、ありがとうございます。アメブロを更新しましたので見てくださったら嬉しいです。なんか髪の毛結びたい、私は多分一生猫をね見せる機会はねないかもしれない、わかんない。平均で一応出したんですけどなかったから、これから先そのペットを出す企画があれば、まあ使われれば映るかなって感じですけど。犬もダメですよ。ね、やっぱ髪の毛伸びるの早いですね。だって私この間髪切ったのに前髪早い。犬もダメだし。犬が一番苦手かもしれない。猫もだけど犬も苦手です、ね、イさんのお家のくるみさんは会いたい。でもウサギもちっちゃい頃ウサギだったらいけるんじゃないかと思ったけど、なんか動物って心臓がなんかドクドクしてるじゃないですか。それが苦手なんですよ。なんか生きてるって感じがして。犬は私によく吠えてきます。英語のテキストで犬は私によく吠えてきます。そう、よく犬に好かれるんですよ。あ、嘘かも、威嚇されてるのかも。人間はそんな心臓触らなんていうの、でも人間もほんとはあの心臓の鼓動を触れるとあんまり得意じゃないですね。怖い。人も怖いです。でも人の心臓こうやって触ることないじゃないですか。あの肌で感じなかったら大丈夫なんですよ。あの
そう、なんかここら辺とかで感じるのが怖い。そう、子犬も、子犬はなんかもろに心臓を感じるから、あ、生きてるんだ、私が触っちゃダメ、なんかダメな気がしちゃうんですよ。ダメだ、今日日本語ダメだ、英語で喋ろうかな。喋れなかった。おわいに、おわいに、シェイシェイ、你好、我是他他的呵呵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 。小籠包それっぽい発音で小籠包言うのめちゃくちゃ得意かもしれない。小籠包なんでもないダメだ今日本当に。小籠包好き、麻婆豆腐、小籠包、シェイシェイ、シェイシェイ、你好。本当に中国語多分ガチで勉強したら、多分発音に関しては私多分なんか大丈夫なんですよ。なんか英語とかもなんか昔からその聞いた音を真似するのはできるんですよ。だから多分モノマネが得意なのはそういうことなんですけど、でもなんか新しい語学を勉強することができないそう、英語もできないし、 Oh my god、 Oh my god、 あ、ちょっと今日下手くそだ、やめよう。 もう愛に、 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 え、多分なんかその Google 翻訳とかのなんかやつでこうやってやって、こうやって喋ったらめちゃくちゃ喋れると思う。 もう愛に、 もう愛に、そう、シャーロンパウ小籠包しか分かんない。でも本当に耳はね、そんなになんか普通に割といい方だと思う。ただね、読めないんですよね。でもロシア語だけは本当に一生言えないと思う。巻き舌できないから、滑舌悪いし。なんか初めてチャンダオメイチン、え、っぽくないそれっぽくないですか、チャンダオメイチン まあ知らないですけどね。え、ウォーシーってこと？ウォーシー、チャウダー、メイチンって言ったらそういうこと？川島みはるですってこと？フランス語もねー、青海さんはなんかこうやって喋るんですよ。ヒナノはーって喋る。え、そう、ウォーシーが私はでしょ、私の名前は。英語の他に勉強するなら何語がいい？ドイツ、グーテンモーゲン。26日おめでとう、ありがとうございます。まだ26日って言っちゃった。なんか体感40日、そんな変わらん、そんな変わらんやないかーい。そう、ドイツ語は使える国が広いから。グーテンターグ、なんか公用語
公用語はドイツ語の国って多いじゃないですか。そうだからいいなって思う。ヨーロッパ圏結構多いじゃないですか。そう、え、違うかな。オーストリアもドイツ語、そうなんか多いイメージある。なんかあとスイスとかも一部地域は、スイスはそもそも公用語がすごい多いと思うんですけど、でもなんか通じる国が多いイメージがあります。なんかドイツはなんか第二、あ、なんでもないです。そうなんか私がなんか多分スイスに行きたいんですけど、ハイジになりたい。まあそうですね、中国語がやっぱ人数的には圧倒的、それはそう。うん、あ、そう、フランス語も多いですよね。そう、でもなんか私なんかチョコレート食べたくて、将来どっか行きたい国ありますかって言ったら絶対ドイツかベルギーに行きたくて、ドイツ行ったらフランクフルト食べたい、ベルギー行ったらチョコレート食べたいそう、チョコレート食べたくてベルギーに行きたいんですよ私。ワッフルも、そう、あ、でもフランスもいいな、マカロン食べたい。そう、ベルギーはなんか甘いもの美味しそうなのでいいなって思う。でもフランスはなんか美味しいお菓子いっぱいありますよね。うん、だから行きたいですね、いつか。とりあえず美味しいチョコがデフォーの国に行きたい。そう、でもそうなんですよ、正直なんか今から一からドイツ語を学ぶより絶対にある程度学んだことのある英語を学んだ方がいいんですよね。うん、思いました自分でドイツはなんか空港には降りたことあるんですけど、空港に滞在してたんですけど結構長い時間、その乗り換えの関係で、その時になんか何て言うフランクフルトどっか忘れちゃったけど、歩くたびに、そうトランジット、そう歩くたびにホットドッグ屋さんがあって感動したんですそうで、まあ、なんか降りたかったなと思って、フランクフルト食べたかったなって思った。あ、フランクフルトじゃない、ホットドッグか、ホットドッグめちゃくちゃ食べました。本当に歩くたびにやるから歩くたびに食べてた。なんか上から絞るケチャップにが楽しくて、そうだから行きたい。そろそろショールームを終わりたいと思います。バームクーヘン食べたい。バームクーヘンいいな。うん、あ、今日は24時からトップ目取れるかなの再放送があります。あの先週見るの忘れちゃったって人とか、見れなかったって方とか、あ、そういえばもう一回見たいなっていう方とか、もしよかったら見てくださったら、ぜひ見てくださったら嬉しいです。そしてアメブロも更新させていただきました。久しぶりに更新したんですけど、ぜひ見てくださったら嬉しいです。というわけで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。